吉野さん。まあ、人生を効率よく生きるためには、自分が思ったことがスッとね、叶えられるような、まあ、そんな道を作るのが一番でしょうね。自分が思ったことがなかなか叶えられずに、その希望の実現までに2点も3点もかかってしまえば、効率はどんどん悪くなっていきますよね。で、しまいにはなかなか思ったようにならないから、その道を諦めてしまうかもしれません。でも、 自分が叶ったことがすぐに実現するとしたら、例えば昭和の懐かしい価値観や昔憧れていた古い車、それとかね、ちょっとした田舎道などを探す旅にも出れるかもしれません。で私ね、今ね、何年もかけて、5年以上かけてますけど、毎日毎日自分の住んでる地域、田舎道をね、こうばーっと行くんですよ。どんな 山道道ででもも細い道でも入ってみるんですよそうするとそこにもね人々の暮らしがあったりとか電気や水道よくこんなとこ来てるなみたいなところにも人が住んでいたりするんですよねでもちろん鉄筋コンクリートみたいなね住まいではなかったり SYL みたいな住宅ではなくって本当にバラックみたいなねトタン小屋みたいなのがあるわけですよで実際そこに人が住んでいてなんならポストがかかっていて新聞が刺さっていたりするんですよね、まあ、いろんな暮らしがあって きっとそこからの暮らしっていうのは不自由も多いでしょうね。ちょっとした買い物でもかなりの山道を下って行かなくてはなりませんし、どうもお車もないみたいなんで、もしかしたら歩きや自転車でお買い物に行ってるのかもしれないですよね。うんもちろん山道を配送してくれる徳島あるみたいなね、移動販売車もあるかもしれませんので、そういったのを利用してるかもしれません。でも こんなに効率の悪そうなところに人は住んでいて何なんだろうかなと思ったときにその人にとっては別に効率がいいのかもしれないです。なぜなら誰かと盛んに交流をするわけでもないしどっかにわざわざ出かけていって自分のレジャーをしなければならないわけでもないですし暗くなったら寝て明るくなったら起きてお腹が空いたらご飯を食べるそのぐらいの暮らしをするところでもはや 効率ののの悪さ、さ良っていいはあまり関係ななかもしれないですよねまあでもねそうやって見知らぬ土地をじっくり行って見知らぬ人のそういった貧しいかもしれない暮らしを想像しているとなんかそこにね一人の人が生きているなんか暮らしがあるんだなっていうことは感じれるんですよでもかたやですねそんなに貧しい暮らしをしていないスマホや携帯電話があってインターネットで 楽しんだりそして時にはねビールを飲んだりとかっていういわゆる普通の暮らしを送ってる方がじゃあ効率いい人生すべてが手に入れられる人生かっていうとそうでもないんでしょうね吉田さんが言われたように自分がこうしたいと思ったことが叶わない人生っていうのはちょっときついですよねでもこうしたいなぁと思ったらそれが叶うお腹がすいたなぁと思ったら食べる眠たくなったなぁと思ったら寝る起きようかなぁと思ったら起きれるまあこういうふうな 自分が考えた選択肢がすぐに実現できる暮らしっていうのがまあきっと幸せに近いんではないかなと思うんですよもちろん人は病にかかったり時にはね人と死別しなくてはなりませんからどうしても自分の希望通りにいかないこともあるでしょうね、うん、でも究極そういったことってのはみんなが共通するところじゃないかなと思うんですよ大切な人を死で失うっていうのはやっぱ誰にでも避けがたいことですからね でも大切な人にに思っった時に会えるってのはどううでしょうかねきっと現代社会で忙しい方はそういえば最近両親に会ったのっていつかなみたいな、ね、年に1回自分の生まれ故郷に帰るとしても10年で10回しか会えないそこには大切な肉親がいるんじゃないかなってことをすら忘れているのかもしれませんそしてどこの誰かわからない他人と友情を交わした気になって仲良くなって 共通の目的のために頑張ると言えばいいけれどもでも共通の目的がなければ一緒にいることに価値を感じれないような空虚な人間関係というね評価もできるわけですよなんか結局自分の人生が暇にならなければ自分が行ったりどこに目指すのかすら見えてこないのが現状なのかなと思うんですよね暇で暇でしょうがないけども一生懸命やることがあるっていうおかしなバランスの上にもしね うん、自分の人生の目標が関わってるとしたら、やっぱ多くの方は人から与えられた仕事や作業をこなすのに一生懸命で、そこに仕方なく自分の人生を後付けしてるのかなと。あ、俺はこの会社に30年勤めてきたなっていうふうに、その会社に勤めていることを誇りに思う一方、早く辞めたいなと思ってる自分もいる。みたいなね。妙な感じですよね。うん、まあずっと今、 いろいろ考えてきてね思うんですけどもああ私はこの人生でよかったなとでこれ以上にいい人生もあるかもしれないけどもまあでもまあ自分に程よい人生っていうのがありますからねちょっとした拘束感とちょっとした恐怖と大いなる安定と大いなる喜びがあってうんこのまあバランスが結構気に入ってるかなと。明日明後日日後特に お金や暮らしに困ることもないし、かといって1年後2年後に自分の暮らしが壊れそうかっつったらっそうでもないなともしこの暮らしが壊れることがあるとしたら地震や戦争や災害食糧危機みたいに多分多くの日本国民が避けられないような天変地異みたいなことだろうなと思うわけなんですよねまあでも通常仕事ってのは個人レベルの行き詰まりで生活が立ちゆかなくなったりとか足元がぐらつくもんですよね でそういうふうに見えないとしたらきっと給料が入るっていう、うん、幻想みたいな保険があるからかなと思うんですよ、まあ、吉田さんも私も給料はないですから自分で掴みに行かない限りは世の中の誰もが1円すらくれないわけですよで逆を返せば誰かがお金をくれるってことはその人の役には立っているんだろうなというふうなアイデンティティ,ティに気づくこともできるとうんだから出勤して上司が気に入らないとかね部下が使えないみたいなそんな不満は全くないですよね 当然私たちも会社に勤めてる時は上司部下に対する不満や不安はありましたけどもねでも今は何か思い出と言いますかねその頃に戻りたいとは思わないけどもあれもいい思い出だったなという自分の人生の一部に見えてるんではないかなと思いますさあそれではねこれからのことも考えなくてはいけませんけども、うん、でもなんとなくなんかね楽しい毎日が手に入ってますよね安田さんね これは非常にありがたいことだなと思います。なんかあれですよね。あの、起きた時に、やべえなって思わないですよね。なんかね。え、もう6時半か。思わないですよね。起きた時によく寝れてたら起きるし、起きた時にまだ寝不足感じてたらもう一回寝るしみたいなところなんですよね。でもなんか基本的に目が覚めて起きれば、 今日も自分でやることが見つけらられますからね、誰から指示されるわけでもなくそして自分のしたことに対して一定のついてきてくださる方がいてそこにお金を払って参加してくださる方がいて本当に支えられてるなっていうところは感じますねはい、あ、楽しく生きていきましょう今日もいってらっしゃい